エニーギブンサタデートは、アメリカ合衆国の競争場、シュポバである。主なカチクラは2007年、ハスケル招待ハンデキャップ。主戦騎手は、ギャレット・ゴメス。2005年9月、キーンランドイヤリングセールにて110万ドルでウィンスター、ファームとパズア・ステイブルズに購入され、トット・プレッチャーに預けられる。デビュー戦を勝利で飾ると、自走の一般レースも勝利し、デビューから2連勝し、 ケンタッキージョッキークラブステークスで2着となり、こうして2歳を終える。翌2007年、年が明けて3歳になったエニー・ギブン・サトデーは、2月に一般競争を勝った後、3月にタンパベーダービーで、ストリートセンスの僅差2着になり、2007年、アメリカクラシック路線の有力場として期待されていた。しかし、ウッドメモリアルステークスでは3着。 ケンタッキーダービーでは8着と振るわなかった。なお、レース後は打撲により2ヶ月ほど休む。その後は、ドワイヤーステークスで、初めて重賞を制覇すると、ハスケル賞対ハンデキャップで、カーリン、ハードスパンの2頭を破り、G1 を初制覇。ブリーダーズカップクラシックでは2番人気に支持されたが、6着に、敗れた。2008年よりダーレーグループのジョナベルファームで、 種ボバ生活を始める。初年度の種付け量は4万ドル。2011年に初年度産区がデビューしたが、若干の重症化チウマを出すにとどまり、2014年にペンシルバニア州のピンオークレーンファームに移動。同年の種付け量は5000ドルにまで下落した。その後韓国生産者協会に購入され、2015年から韓国で種ボバ生活を送ることになる。その後、 同年秋に3区のモンゴリアンサタデーがブリーダーズカップターフスプリントを買っている。ありがとうございます。